写真拡大。エンゼルスの大谷翔平投手24が11日、年俸65万ドル約7200万円で今季の契約を結んだ、とロサンゼルスの地元紙が相次いで報じた。さっき、メジャー最低年俸の54万5000ドル約6000万円でプレーしたが、ア・リーグ新人王の活躍などがチームに認められ、10万5000ドル1200万円が増額された。大谷の年俸は、年俸調停の対象になる3年目まで低く抑えられる。昨季サイ・ヤング賞の若手ブレイク・スネル投手レイズも、10日に年俸を57万3700ドル6380万円で契約し、フェアじゃないと不満をあらわにした。4年目に6年1億4450万ドル161億円の大型契約を結んでいる。オレンジカウンティングティーレジスター紙は、トラウトに比べると大谷の2年目の契約はスムーズにいったと報じている。エンゼルスは大谷の3年目のオフに年俸調停を回避して、複数年の大型契約を提示する可能性が高く、スポーツ選手最高契約のブライス・ハーパーフィリーズの13年3億ドル330億円を超えるとの予測もある。